ほい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 。どうしてミスター。いや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 。ずいぶん殺風景のところで撮ってますね。まあ、我々低予算でやってますから。いや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 、はじめまして、大泉洋でございます。どうも、鈴井孝之です。いやいや、はじめまして、来ましたよ。いよいよね、我々、どうで将軍団が勢ぞろいじゃないですか。勢ぞろいです。初めてじゃない。初めてですよね、あれ。どうでそう TV ではなかったんじゃないですか、ね、いつもあの私だけのけ者にされてるのあなたよく出てらっしゃる。いや、あなたお忙しいから。いやいや、お忙しいっていうか、私はさ、酒飲みたいんだから僕にしたら邪魔なんでしょあれだね、シルエットが似てたんですよ。やったやった。だってなんかこう、入ってくるときもそっくりだ。うわ、そっくりだった。嬉しい。それはあの、でもここ出てきたら、ああって思う。なんで残念なんですか。いやいや、確かに近づくよね。よかったね。緊張してるし、今してますよ。してますよ。ねえ、いや、ナパルフェのねえ、お邪魔してる。はじめまして、よろしくお願いします。ねえ、まあ、落ち着いてこっちでちょっと喋りますか。お願いします。ね、立ってるとそわそわしてる。そうでしょ。すぐが中から出ちゃうからもう。そうだと思った。カブキャスターね。ミスターグラサングラス？いや確かにちょっと甘いね、黄色のグラサングラス。適当に回してるけど。そんな映んないね。我々しか映んないでしょ。いやいや、大体我々映らない。本家の。そうだよ、俺は気使ってるやん。ここをさ、俺ら借りてね、はい、やって初めての初めてゲストが大泉さんのミスターなんか、そんなの身内が来ると思わないから。それはいいんだ、もう震えてるよ。そうだよね、もう超えないよ、これ。あれだよね、はい、そこまで似てないよ。いや、そんなこと言われたらお前ね。そんなのちょっとしょうがないよ。シルエットはすごかった。ちょっとで近づく。もう往年の大泉洋さんが、はい、そこの扉を開ける時のシルエットは素晴らしかった。素晴らしかった。あ、じゃああれですかね、ガラスね、あった方がいいんですか、ね、あった方がいいね。若干あった方がいいし、ほら最近の大泉洋さんさ、若干オーラ出ちゃってる。いや、そうだね。そう、だから君がやってるのはあれ、往年の大泉洋さん。まだバスやってた頃ですね。バスやってた頃。そういう意味で言うと、久しぶりにあの頃の大泉洋が入ってきたっていう。嬉しいですね。ミスターではないよね。もうバレた。もうバレたぞ。ミスターはまあそうですね。無駄にカツラとかかぶってみたら、カツラはミスターの髪型が変わりすぎちゃって。これさ、ズラなの？これズラですか？マジで？これズラなの？これミスター用で。ミスターそんな頭しました？してません。一時期ね、こう前枠だけのそのコントの時にこれの髪型の時に。そして君、眉毛描いてる？描いてます。長めの眉を。ああ、ちっとも似てない。ちっともって言われちゃったよ。ちっともって言われちゃった。もともとはあれなの？本当そんなに水曜どうでしょうか？好きでっていう。僕がもともとめっちゃ好きで、中3か高1ぐらいから見てたんで、クラシックでやってるのも何回も録画して見てて、で、大泉さんにちょっと似てんじゃねえかって言われたんで。言われて。で、モノマネやりだしたから、じゃあじゃあじゃあ付き合わせてた。でもやってみたら意外と声質がちょっとだけミスターに似てるっていうので、だからもう見た目は何も変えずに声だけミスターでやってるっていう。僕やってるんですよ、ちゃんとミスターのモノマネを。僕らのチャンネルではやってて。俺見てはいるよ。あ、マジですか。見てますよ、それ。嬉しい。本意気のミスターちょっとオープニングだ。どうもこんばんは、水曜どうでしょうです。本日はですね、なんと、待ちに待った大泉ジェルが登場いたします。ということで、ご覧ください。
ちっとも似てない。ちっとも似てない。ちっとも似てないって言わ。まあでも分かんないよ、こんちゃんの画像に彼声を乗せてアフレコしてくれれば。そうか、まあ、なんか分かんないかもしれない。どうもこんばんは、水曜どうでしょうです。本日はですね、なんと待ちに待った大泉ジェルが登場いたします。ということでご覧ください。意外とその YouTube の、 その見てくださってるどうでしょうファンはミスターの方が似てんじゃないかっていうコメントもあったりするんですよ。ここはどうかな。だから本当お二人がそう言っちゃうともう、そうそうそう、後ろ盾がなくなっちゃうから。そうだよ、本家に否定されちゃうね。そういうのが本当やめてほしい。それは悪かった。いやいやいや、今まで、ちょこちょことモノマネするような人のやつ見たことあるんだけど、その中ではもう全然どの中でぐんぐんをね。いや嬉しいよね。でもご本人実際お会いしまして、大泉さんも。え、そうしたの。そうなんですよ、その大泉をモノマネ決定戦みたいなので。え、そんなんあったの。あったんですよ、オシャレイズムで1回だけ。あ、そうで、まあ、その時は大泉さんに似てる、この良い、似てるよ、言っていただいて、よろしく、はい、うん。確かにその後日たまたまその別の収録でスタジオ一緒に大泉さんいらっしゃったんで、はい、ありがとうございましたって言ったら、改めて見ると似てないねって言われました。ちょっとさ、自分じゃあ一番似てる、これはいけんじゃねえっていうフレーズっていうかさ、おいおい、おもう行かい、おい行かい、お、おお、今のおおはすごい。おおは似てたね。やった。今のおおはすごい。やった。やったぞ。やったぞ。おおですね。おおの発音はそうだもん。そっくりに近かった。うわあ嬉しい。嬉しい。じゃあおおだ。おお。おおだよ。その辺横振り返っておおっていう。言うんですよね、うん、ミスター若干震えながら、うん、そうそうそう、あいつね、あそこ多分作ってると思うんだよ。本域の驚きではなくて、若干こう画面を意識しつつの若干こっちに顔を残しつつの、残像を残しながらのこっちの地図に向かってのおお、あのタイミングは今のはいいんじゃない。確かに。ちょっともう一回。おい、おい、もう一回。ほー、あー、はいはい、今のほーの入り方ね。そうそう、いきなり本意気にはいかない。ほー、まず地図を確認する。そこからのほー、本意気に入っていくっていう感じですね。おーは似てるね。あ、嬉しい。嬉しい。やったよ。やったよ。動きで言うと、このこれすごい多いんですよ。あー、そうか、確かにね。手がここでこうやって喋るんですよ。これなんか多分ありますよ。これあります。いや、そう、マイクは基本こうやって持つんですよ。そうだね、はいはいはい。で、あ、最近紅白で見てたのが、ね、うん、こうお尻で動くんですよ。ああ、そうだね、あいつ。それあとは弾みですね。弾み。おいでさ、言うときこう言ってこう弾む。ありますよね、それね。ああ、これ多いです。はい。飛行機でよく移動するときもね、かなり時間経過をね、その椅子に座ってね、機内サービスのカップ持ってね、あ、多分回しながらこう天井見る感じでやってくれるわけですよ。やってますね。ああいうのできます。それはね、あいつのね、目線なんですよね。カメラがどちらから捉えているかということがまず重要です。まずカメラ、まずカメラの位置を、まあ当然よ、ね、大体機内ですと真横ですわ。そうですね。右からこう持ってきて、こうまず揺れね、このカップの
揺れね、揺れ、揺れでまずはこれから飲むぞという何らか多分なんかね、うん、ワインとかブランデーとか、うん、そういう意識があるんだよ、カニコブなんだけど若干回すんだよ、回す、回して余裕を見せたいんだけども心細いっていうのをなんか天井見ながらやるっていうね。あとはね、そのブランデーグラスに対して何の意味か分かんないけど敵意を向けるような顔で睨みつける、睨みつけるやってるやってるやってるな運のやり方もやっぱり若干の敵意を持つという瞬間も彼あるわけです。ありますね。ありますか。ありますあります。うん、で何かな、とにかく取られてんだから何かをしなきゃいけないということで、これからいろんなことが起こるぞ天空を見つめるっていうね、あのただ単にこうお茶を飲むという行為の中にも彼のそういうこれからのものを見つけてとにかく彼は敵意をそこに向けるっていうこともやってますよ彼は。やってますね。どっちかっていうとそのアンノンと飲んでるのではなく若干顔を揺らすのかなっていう確かに目はね、つぶっちゃいけないんだよね。つぶっちゃいけない目はなんか前を見据えてる感じありますよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、こうそう、それでこうずっとこ う, そう飛行機の行く末を見ながらこっちが似てる。なんで行くの方は似てる。そうそう、あのこの目線何か自分が似てる。ミスターでしょ。似てた今。ありがとうございます。どうすんの。やっぱり僕の愛も伝えておかないと。ただなんか付き合いでやってると思われたらそれは僕も嫌だから。お茶を飲んでいても俺は気を緩めてないぞっていうのが大泉の中の設定として多分あるんだろうなっていうのが分かる。彼は何らかの設定を常に作ってるから、なんかイメージをね、イメージをね。確かに登山家とかできるんですか。登山家あんまりやってないんですよ。ああ僕もないですしね、はい、僕もないし、そう立つでも登山家なんだけどね。これちょっと待って、今そこのスタイルね。それはいいなぁ。すごく見てる思う。これなんかあの帽子となんかサングラスかけ出してるやっぱりあれかな、体つき、体つき似てる、物腰がやっぱりすごく真似てる。あ、嬉しい。そうなんだな。そうだね、重心の持っていかないと似てるんだよ。おい今のフレームアウト良かった。すか、今のフレームアウトのスピード良かった。嬉しい嬉しい超嬉しい。物腰は相当すり込んでるね。似てるね。そうですね。体の動かし方なんだね。こう口の発声とかなんか、うん、もうあれだけど体の動かし方なんだよ。そっちをしていけばいいんだ。やってるわけでしょ。似てたもん。やってますけど、やっぱあのやってるんですけど、うん、どうしてもこう何ですか、どうでしょうの頃って伝わらないんですよね、あんまり。俺らぐらいだもんね。分かる。そうなんですよ。今じゃ無理だもんね。無理なんですよ。ここにミスターって余計伝わらないんだよ。そうなんですよ。ね。そうですね。俺見つけた時本当ちょっとたまんなかったもん。なるほど。いや本当にそれは、うん、すげえな。それもどうでしょうの大泉洋だね。一番初めに撮った大泉さんのモノマネ動画が、うん、本当にその、まあ、モノマネ挑戦してみたっていうのをこう大泉洋さんで言うみたいな。うん、でこう、うん、どう似てるでしょう。でそのカメラまだミスターじゃなかったんですけど、うん、カメラ越しに、うん、いやいやなんか眉毛とか似てないよ、何みたいなのが初めてなんですよ。今のタイミング良かったよ。嬉しい。これ今の何のタイミング良かった。そっからそっからだね。でどうでしょうのあるあるとか作ってみたいな感じですね。阿部寛かウッディガスの後、いや、全然そっちの方が先です。阿部さん、ウッディで大泉さんって感じですね。そうなの、はい、で、そしたら大泉さん必死にこんだけ力入れてやってんのになかなか分かってもらえない。そうです。あんまり伝わらないね。そうですね。そっちの大泉君だから伝わらないんだよね。そうです、ね。そっちで仕事は来ずにほとんど阿部寛とウッディという。そうですね。あるわ、そんなあるね。最近は阿部寛さん、ウッディに加えて森泉ちゃんがバクってきました。一人で3人やってたね。
合成でな、これ YouTube で見たね。ありがとうございます。めちゃくちゃ練習してやりましたね。フェシめっちゃ見てくれてる。全部見てる。いますよ、フェシなんだ、すげえ。そうそう、それで今日ちょっとせっかくなんで、うん、お土産持ってきた。そうなんですよ、これせっかくですから、やっぱり、うん、はい、こちら、ワイン、ワイン先生、よかったじゃない。それ普通にお土産じゃん。そうです、そうです。何のボケもなく、本当に好きすぎて、普段コラボの時こういうことしないんですけど。そうなの、はい、こちら、じゃあ多いなあ。ら、今これ飲みたいのに今はあれオープナーないんだ。いや、てっきりお二方いつも常備されてるのが今ここ、うん、ほら今この状況だから。こもやがて綺麗になってるから今から作るんだよ。あ、作れば俺がね、その見たことない部屋だったからね。びっくりしました。我々ちょっと説明が足らなかったです。いきなりここにびっくりするよね。人質を捉えておくよ、ね、そう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 、犯罪の匂いする、犯罪する場所だから。そうです、そうです。この絵見てても君たちは監禁されそうだね。マジかいっすね。さっき書いたからですもん。あ、マジか。これさっきですか。さっき書いた。あ、そうなんだ。そう。そもそもさ、はい、そのどうでしょうがさ、何が面白い。いますか。何が、いや、それもう 4人の皆様の空気感。その、うん、藤村さんが乱暴なこと言って、うん、で大泉さんが困っ て、で三下さんがそのどっちかにこう肩入れしたりとかして、で上島さんがたまになんかちょっと、ま抜けじゃないですけど抜けたこと言って、でなんかこうあるこういろんな種類の笑いが見てて、いろんな種類の、はい、いつから、それが中なんか何かを試されてる。確かにな。いやでもちょっとよく言い過ぎてるんじゃないの、その。いやだって、本当にハマったとこ会話何かとかね、その具体的なものがちょっとね、あった方がきっかけみたいな、うん、一番初めは、ザッピングしてて、うん、でテレビってことか。そうです、うん、テレビザッピングしてて、うん、CM があって、うん、その投資の旅の CM、 はいはい、波際の心臓マッサージかなんかして、 そうあそこにザバーンと大泉さんが波に打たれるのが CM で流れてて、で母となんだこの番組やっつって録画してみたら大泉洋さんで、で見てたって感じですね。たまたま見た。たまたまです、ね、本当たまたまです。よっぽど気に入ったんだよ番宣が。いや、そうですね、いや面白かったんですよ。なんかすごいいい CM だったんですよ。そうなんです。いや、そうなんですよ。ちょうどなんか本当にその番組内でもそのピークのところだけザバーンっていうのを使ってて、はい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 、でそこから全部見ました。多分夏野菜とか、夏野菜とかめっちゃ好きですね。何が、うわ、こんなに聞こうかな。自分聞くよ。こんなに聞くのか。あれはでも自信がないんだよ。自信はあるでしょ。あるでしょ。絶対に。これ自信は。自信はあるけどさ。普通の笑いとはちょっと違うからさ。あ、確かに。あ、でもなんか、ですよね、その作ってない感がすごい良くて、うん、その企画で言ってるけど、うん、ちょっとワクワクしてるのも最初見えるし、で行き出して喧嘩とかするけど、うん、これでもあそこ見たいよなって思ったらちゃんと寄るし、うん、寄り道とかして目的果たさないみたいなあるじゃないですか。あれの感じが。本当に本当の旅してるみたいな気持ちになる、ね、なんです。意外とというか、ちょっと旅番組なんですよね。意外とね。意外とっていう。おお、なるほどなるほど。なんかそのお笑いを目指してる人にとっては、はい、なんかその惑わすっていうところはないの、ね、どうでしょう、笑いっていう。うん、あ、でも本当に別にそんなことはないんですけど、うん、水曜どうでしょうを見まくってる人はあんまり売れないっていう説がにわかにあります。なるほど。はい、そう、なんかあるんですよ。伊藤聖子さんが言ってたからね。伊藤聖子さんが、なんかそのどうでしょうを見てたら面白いから、なんかこれだけで良くなっちゃうのは怖かったと思って言って。ああ、いや、これは
これは見てはいけないものそういう意味で世界自分たちの世界壊しちゃうかなみたいな、でもいろんな人が言ってる。ああやっぱそうなんです。そうだから惑わすとこある。惑わす、いや危ないです。危ないんだよ、危ないよ。あと M1 の時のさ、あの、ね、あネタはやっぱりあれだね。 M1 まで見てくれたんですか。見ましたよ。あの、うん、実はね、ミサさんとお芝居やってて、ああオーパーツ、はいはい、教材として教材使っていただいて、もちろんここをちょっと読んでもらいます。はい、みんなの力を合わせて解決する。筑田製作所もそうしてきた。もう一回筑田製作所って言って、筑田製作所